マリア・サロメア・スクードフスカ・キュリーは、現在のポーランド出身の物理学者、科学者である。フランス語名は、マリ・キュリー。キュリー夫人として有名である。1867年11月7日、ワルシャワ生まれ。放射線の研究で、1903年のノーベル、物理学賞、1911年のノーベル科学賞を受賞し、パリ大学初の女性教授職に就任した。 1909年、アンリド・ロチルドからキュリー研究所を与えられた。放射能という用語は、彼女の発案による、マリの生誕地。ワルシャワの新市街にあり、1967年以降は、マリア・スクードフスカ・キュリー博物館となっている。ブワディスカ・スクードフスキと3人の娘たち。左から、マリ、ブロニスワは、ヘラ生誕児の名前は、マリア・セロメア・スクードフスカ。 ポーランド名では、マーニャである。父ブアディスカスクードフスキは、下級貴族階級出身で、帝政ロシアによって、研究や教団に立つことを制限されるまでは、ペテルブルク大学で数学と物理の教弁を取った、科学者である。父方の祖父ユゼフスクードフスキも、物理、科学の教授であり、ルブリンで若い頃のボレスワフプルスも支持した。母ブロニスワはボグスカも、 下級貴族階級出身で、女学校の校長を務める教育者だった。マリは5人兄弟の末っ子で、姉ゾフィア、ブロニスワはヘラ、ニー、ユゼフがいる。その中でもマリは、幼少の頃から聡明で、4歳の時には姉の本を朗読でき、記憶力も抜群だった。だが当時、ポーランドはウィーン会議にて分割され、ワルシャワ公国は、 ポーランド立憲王国として事実上帝政ロシアに併合された状態にあり、独立国家の体を成していなかった。帝政ロシアは知識層を監視して行動に制約をかけた。マリ6歳の時、当、ブワディスカが密かに抗議を行っていたことが発覚して、職と住居を失った。さらに母、ブローニスワバも体を壊してしまった。 陶器への失敗も重なり貧窮した一家は移り住んだ。家で小さな寄宿学校を開いたが、1876年に生徒が離患したチフスが一家に移り、姉、ゾフィアが亡くなった。それから2年後の1878年5月9日、母、ブロニスワバが結核で他界した。10歳のマリは深刻な鬱状態に陥り、母に習ったカトリックの信仰をして、 不価値論の考えを持つようになったという。1883年6月12日に、ギムナジウムを優秀な成績で卒業した。しかし、当時、女性には進学の道は開かれていなかった。父は、マリを1年間、親戚やかつての教え子が住む田舎で息抜きさせ、彼女は、自然の中でのんびりした生活を堪能した。マリアスクードフスカ。 16歳農耕博物館の実験室。1890年から1891年にかけて、マリが初めて科学実験を行った場所。その後あるシャワーに戻って、チューターなどを務めていたが、セツカという女性教師の紹介で非合法のさまよえる大学で学ぶ機会を得た。その頃、姉、ブロスニワバガパリで、薬学修学のために貯金をしていたため、 マリは申し出て働き、姉を援助することを決めた。1885年からマリは住み込みの家庭教師を始めた。最初はクラックフの法律家一家で、その後チェハヌフで農業を営む、父方の親戚筋にあたるゾラフスキ家でガバネスとなった。ここで勉学に打ち込んだ彼女に、ワルシャー大学で数学を学んでいた一家の長男、カジュミエシュ・ゾラフスキが惹かれ、 二人は、恋仲となった。しかし、カジュミエ主が結婚の希望を両親に告げると、社会的地位の違いを理由に猛反対された。彼女は、失意のまま契約の2年間を終えるとチェハヌフを去り、バルト海沿岸,岸にあるソポトの町に住むフックス家でさらに1年間家庭教師の仕事を続けた。1890年3月、数ヶ月前に、医師カジュミエ主導好と婚約した姉。 ブロスニワバがパリで一緒に住むよう誘う手紙がマリに届いた。だが彼女は断る。父や姉の元にいると決めたこと、ワルシャワの家庭教師の仕事が順調で、ワルシャワ移動大学での勉学に楽しさを感じていること、留学するには蓄えが十分ではないこと、そしてカジュミエシュ・ゾラフスキを忘れられずにいたことが理由であった。彼女は家庭教師をするから、 オールドタウン近郊のクラクフ郊外通り66にある農耕博物館の実験室で科学研究の技能習得に努めた。この実験室はサンクトペテルブルクでロシアの著名な科学者ドミトリ・メンデレーフの助手を務めたこともあるいとこのユゼフ・ボグスキーが管理しており、またロベルト文前に学んだエヌミラサーも彼女を指導した。天気は1891年秋に 彼女にとって決して幸福ではない形で訪れた。結婚は認められなかったが、カジュミエシュ・ゾラフスキとマリは連絡を取り合っていた。そして9月、二人はザコパネで秘書の旅行を共にした。もうすぐ24歳になるマリは到着した人生に変化を期待したが、彼は優柔不断で何も決断できずにいた。そのため二人は喧嘩別れしてしまい、マリは自ら、 フランス行きを決意した。一方のカジュミエシュ・ゾラフスキは、博士校取得後に、数学者としての履歴を積み、また、ヤギエボ大学の学長、ワルシャワ教育長の長官まで登り詰めた。だが晩年には、1935年に建てられたマリキュリーの銅像の前に座り込んで、何かの思いにふける、ワルシャワ工科大学の老教授となった彼の姿が見られたという。 三日間の汽車の旅を経て、1891年10月、マリはパリに移り住んだ。当時、女性でも科学教育を受講可能な数少ない機関の一つであった、ソルボンヌ大学の登録用紙には名前をマリアから、フランス語風にマリと書き、物理、科学、数学を学ぶ日々が始まった。スラブ系の美しい顔立ちに明るいブロンド、グレーの瞳のマリは、 学内でも人目を引き、彼女自身も、義兄を通じて若きイグナチ・パデレフスキなど、パリ在住ポーランド人らとも、信仰を持った。しかし、将来はポーランドに戻ると決めていた自分には、時間がないことに気づき、姉夫婦の元を離れて、パリによくあった7階建て石造りアパートの屋根裏部屋を借りて引っ越した。マリは昼に学び、夕方はチューターを務める1日を送った。 生活費にこと書いて食事もろくに取らず、暖房もなかったため寒い時には持っている服すべてを着て寝る日々を過ごしながら弁学に打ち込んだ。ついには倒れて医師である義兄の面倒になったこともあったが、努力を重ねた結果1893年7月には物理学の学士資格を得た。この年、貯蓄が底をつき一度は諦めたが、同郷の学友が彼女のために、 奨学金を申請し、勉学を続けることができた。学士を獲得後、それまでの蓄えに頼る生活を変えてマリは、フランス工業振興協会の自宅研究を行い、わずかながらも収入を得るようになった。相変わらず屋根裏の貧乏生活は続いたが、その中で貯蓄し奨学金を全額返納した。ピエール・キュリーしかし、自宅した鋼鉄の磁気的性質の研究は、 大学や勤めていたガブリエル・リップマンの工業試験場で行うには手詰まで困っていた。そんな頃、チェファヌフ時代に知り合った女性が新婚旅行でパリに来てマリを訪ねてきた。彼女の夫であるフリブール大学物理学教授のユゼフ・コバルトスキガーの悩みを聞き場所の提供を頼めそうな人物を紹介する運びとなった。それがフランス人科学者ピエール・キュリーだった。 ピエール・キュリーは当時35歳。パリ私立工業物理科学高等専門大学の教職に就いていた。当時のピエールはフランスでは無名に近かったが、彼はイオン結晶の誘電分極など電化や磁気の研究で成果を上げており、キュリー天秤開発や後にキュリーの法則へつながる基本原理などを解明していた。 1893年にはイギリスのウィリアム・トムソンがわざわざ面会に尋ねるほどフランス国外ではすでに天才の呼び声が高かった。しかし彼自身は出世や女性との交際など念頭に置いていなかった。勲章を断り、発給と粗末な研修設備に甘んじながら無心に研究に打ち込む日々を送っていた。異性間についてピエールは日記に女性の天才など 滅多にないと自身の学問的探求心を理解してはくれないと考えていた。1894年春、初対面のピエールを見た第一印象を、マリは長身で瞳は澄み、誠実で優しい人柄ながら、どこか奔放な無双化の雰囲気を叩いていたと振り返り、科学や社会のことを語り合った際には自分と共通するところを多く感じたという。そして、 ピエールも同じように感じており、彼はマリに惹かれた。後に娘夫婦を加えると家族で通算5度のノーベル賞を受賞することになる。キュリー夫妻はこうして出会い、時期とコバルトスキ教授が二人の天才を引き合わせたキューピット役となった。ピエールは一年発起して学位取得を目指し仕上げた対象性保存の原理論文の写しを彼女に送り、二人の 距離は縮まった。そして、マリは自分の屋根裏部屋に彼を招待し、ピエールは貧しくつつましい彼女に撃たれた。お互いに尊敬し信頼し合う親密な間柄になった二人だが、マリはいつかポーランドに帰ると誓っていた。1894年7月に数学の学士資格を得たマリは、夏季休暇を利用してワルシャワに里帰りしたが、再び、 フランスに戻るかどうか決めかねていた。彼女は働き口を探してみたが、ヤギエウオ大学は女性を雇い入れなかった。その間、ピエールはマリに求婚の手紙を何度も送り、10月にマリはパリに帰ってきた。ピエールは熱意を直接マリに語り、一緒にポーランドに行ってもよいとまで伝えた。彼女が彼のプロポーズを受諾したのは1895年7月になった。 1895年7月26日、質素な結婚式が行われた。神父のドレスは、義兄の母が贈ったもの。教会での誓いも、指輪も、縁もない式にはポーランドから、父や姉たちも駆けつけた。祝福の中で式を終えた二人は、祝い金で購入した自転車に乗って、フランス田園地帯をめぐる、新婚旅行に出発した。こうしてマリーは、新しい恋。 人生の伴侶、そして頼もしい科学研究の同志を得た。ピエール、長女、イレーヌ、マリ夫妻が用いた放射能計測システム。物質の放射能で電離した空気の電化を A で捉え、下げた噴動の重さで応力が決まる推奨のピエゾ素子圧電効果を用いた応力系に通して総裁する。保証点の精密な測定には増減電圧系が使われた。L では グラシエール通りのアパートで新生活が始まった。マリはエスプシーで研究を続けながら家事もこなした。裁縫は前から得意だったが、独身の頃はろくにやらなかった料理もどんどん腕を上げた。収入を助けるために中高等教育教授の資格を取得した。1897年9月12日には長女イレーヌに恵まれ、その出産と育児には ギフで一種のウジェーヌ・キュリーが彼女を助けた。同年末には鉄鋼の自家についての研究論文を仕上げた。マリーは夫と話し合い、博士号取得という次の段階へ進む検討に入った。二人はここで1896年にフランスの物理学者アンリ・ベクレルが報告したフランシオが放射する X 線に似た透過力を持つ光線に着目した。 これは輪行などと異なり外部からのエネルギー源を必要とせず、ウラン自体が自然に発していることが示されたが、その正体や原理は謎のままベクレルは研究を放棄していた。マリとピエールは論文作成のためこの研究を目標に据えた。ピエールが確保したエスプシーの実験場は、倉庫研究会室を流用した暖房さえない粗末なもので訪問したある学者は、 ジャガイモ倉庫と家畜小屋を足してにで割ったようなと例えるほどだった。そこにピエールと兄のジャックが15年前に発明した光テコを利用する高精度の証言で2系とピエール開発の推奨版ピエゾ素子電気系など機器を持ち込みウラン化合物の周囲に生じる電流を計測した。そしてすぐにサンプルの放射現象が 実際のウランが有量に左右され、光や温度などが相手要因に影響を受けないという結果を得た。つまり、放射は分子間の相互作用等によるものではなく、原子そのものに原因があることを示す。これは、夫妻が明らかにしたものの中で最も重要な事柄である。次にマリは、この現象がウランのみの特性かどうか疑問を持ち、基地の元素80以上を測定し、 トリウムでも同様の放射があることを発見した。この結果から、マリはこれらの放射に放射能と、このような現象を起こす元素を放射性元素と名付けた。彼女は発見した内容を即座に発表することを強く意識し、科学における選手権を持つことに敏感だった。2年前にベクレルが自身の発見を科学アカデミーに速やかに公表せずに、言ったら、 発明者の栄誉も、そしてノーベル賞もシルバナス・トンプソンのものになっていた、可能性があった。夫妻も彼と同じく素早い手段を取り、マリーは研究内容を簡潔に要約した論文を作成し、ガブリエル・リップマンを通じて1898年5月12日に科学アカデミーへ提出した。しかし、夫妻は、トンプソン同様、トリウムの放射能発見競争では敗れた。 二ヶ月前にベルリンでゲルハルト・カール・シュミットが独自に発見、発表していたからである。ピッチブレンド鉱石マリの探求心はとどまることを知らず、次にイップシーにある様々な鉱物サンプルの放射能評価を始めた。やがて2種類のウラン鉱石について調べた結果、トルベルマイトの電離がウラン単体よりも2倍になり、 ピッチブレンドでは4倍に相当することが分かり、しかもそれらはトリウムを含んでいなかった。測定が正しければ、これらの鉱石にはウランよりも、はるかに活発な放射を行う、何かしらの物質が少量ずつ含まれると彼女は考察した。マリは、できるだけ、早急にこの仮説を確かめたくなる熱烈な願望に、駆られたと後に述べた。1898年4月14日、 夫妻は、ピッチブレンドの分析にかかり、100グラムの飼料を乳房と乳鉢ですりつぶす作業に着手した。ピエールは、マリの考察の正しさを確信し、やがて取り組んでいた結晶に関する研究を中断して、彼女の仕事に加わった。1898年7月、キュリー夫妻は、連名で論文を発表した。これは、 ポロニウムと名付けた新元素発見に関するものだった。さらに12月26日には激しい放射線を発するラジウムと命名した新元素の存在について発表した。夫妻の発表に学会の反応は冷淡だった。物理学者は新元素の放射線がどのような現象から生じるのかが不明な状態では賛同しづらく、科学者は 新元素ならばその原子量が明らかでなければならないと考えていた。そのためには純粋な新元素の塊を得なければならない。マリはそれに挑む決意をした。しかしピッチブレンドは非常に高価でそれを入手する資金などなかった。熟考の末、ガラス製造時に着色目的で使うウラン紙を抽出した後の廃棄物を利用する方法を思いつき、 主生産地であるオーストリアのボヘミアザンクトヨアヒムスタール鉱山へつ手を頼って問い合わせたところ無償で提供を受けられることになった。しかし運送費は夫妻が負担しなければならず家計を圧迫する要因となった。次に必要なものは生成に必要な広い場所だった。ピエールがイップシーに掛け合った末二人は建物を借りることができたが以前は 医学部の解剖室に使われていた床板もない小屋だったが、ここがキュリー夫妻の様々な業績を生む舞台となる。ピッチブエンドは複雑な化学組成を持つ混合鉱物であり、分離生成は非常に難しいものだった。しかし、夫妻はラジウム腫瘍を特殊な結晶化によって取り出すという方法に挑んだが、それは過酷な肉体労働を要求した。数キロ単位の鉱石くずを 大鍋や壺で煮沸、攪拌、溶解し、沈殿、ろ過などの方法で分離して、溶液を分離結晶させる作業を何段階も繰り返す。小屋には煙突もなく、大きな火を使う作業は屋外で行った。並行して放射能の研究も行わなければならず、やがて夫婦間で仕事が分担され、細かな研究をピエールが、生成作業をマリが行うようになった。 しかし最初に手に入れた1トンを処理しても全く足りなかった。夫妻は、新元素の含有率を1、100程度と目論んでいたが実際には1、100万、相当でしかなく、優位な量の化粧を得るために必要な鉱石量は何トンにもなることは、まだわかっていなかった。夫妻には、時間が足りなかった。実験にかかる経費の負担や、 家族が増えたことで引っ越した先の一戸建ての家賃など、生活費を稼ぐため、二人とも教職を続けなければならなかった。ピエールは収入を上げようと、ソルボンヌ教授職の秋に応募したが、市販学校を出ていないことなどが理由で落選した。そんな折の1900年、スイスのジュネーブ大学から夫妻へ好条件の教授職オファーが舞い込んだが、実験を中断しなくてはならず辞退した。 これを伝え聞いた数学者、アンリポ・アンカレは、優秀な頭脳の国外流出を防ぐために骨を折って、ピエールをソルボンヌ医学部の物理、科学、博物学課程教授に招聘し、また、マリモ・セーブルの女子高等師範学校の職託教師となった。こうして収入は少し増えたが実験には焼け石に水程度だった。ポロニウムは、科学的性質がビスマスに近く鉱石の中で、 ビスマス様物質を探すことで、比較的簡単にたどり着いた。しかしラジウムの発見は一筋縄ではいかなかった。科学的性質が近い元素にバリウムがあるが、鉱石にはバリウムとラジウムの両方が含まれていた。1898年の時点で、夫妻はラジウムの痕跡を掴んではいたが、純粋な状態で十分な量を確保するには至らなかった。 劣悪な環境と過酷な作業を、逼迫した家計を賄うための教職の多忙は、夫妻の健康状態にも悪影響を及ぼし、ピエールは精製作業を一時中断すべきとも考えた。しかしマリは少しずつ着々と進む作業に希望を見出していた。1トンのピッチブレンドから分離生成できたラジウム塩化物は 0.1g にしかならなかったが、放射性元素は着々と濃縮され、 やがて試験管や蒸発皿から発光が見られるようになっていった。マリはこれを妖精のような光と形容した。1902年3月には濃縮に効果的な主役を発見し、これを用いて生成した資料のスペクトルがラジウム固有のものであることを突き止め、夫妻は純粋ラジウム塩の青い光に感動を覚えた。夫妻は 優位な純粋ラジウム史を得るまでに11トンのピッチブレンドを処理した。しかしこの頃、度重なる不幸が夫妻を襲う。1902年5月、マリの父ブアディスカ帰得の知らせが届き、帰境のさなかに不法を受けた。彼女は、親不幸な自分を責めたが、晩年のブアディスカは届く、マリの論文も楽しみに読み、特に3月のラジウム生成成功の手紙には、大いに喜び。 娘を誇りに思っていた。一方のピエールに友人たちはアドバイスを送りアカデミー会員になるよう進めたが7月の選挙で落選する。しかしこのような活動も栄誉ではなく研究のためのものであった。レジオンドヌルール勲章の候補となった際には研究活動に寄与しないと断っている。夫妻は研究に戻るが体に変調をきたし、 ピエールはリウマチを悪化させて、たびたび発作に苦しみ、マリーは神経を衰えさせ睡眠自由病床を起こすようになった。翌1903年には待望の第二子を流産してしまい、マリーは悲しみに暮れた。ピエールとマリー夫妻研究所にて、1890年代に撮影。手前に映っている機器が放射能測定機器。このような苦境の中で進められた。 研究結果を、夫妻は地区一学会に知らしめ、1899年から1904年にかけて32の研究発表を行った。それらは、他の学者たちに放射能や放射性元素に対する認識に刷新を迫り、研究に向かわせた。放射性元素の追求はいくつかの同位体発見につながり、 さらに、ウィリアム・ラムゼーとフレデリック・ソディのラジウム崩壊によるヘリウム発生の確認、アーネスト・ラザ・フォードとソディの元素変換説などがもたらされた。これらは当時の概念であった元素は普遍という考え方に変革を迫り、原子物理学に一足飛びの進歩をもたらした。さらに、1900年にドイツの医学者バルクホフとギーゼルが放射線が 生物組織に影響を与えるという報告がなされた。早速ピエールはラジウムを腕に貼り付け、火傷のような損傷を確認した。医学教授らとの共同研究の結果、細胞を破壊する効果が確認され、皮膚疾患や悪性腫瘍を治療する可能性が示唆された。これは後にキュリー療法と呼ばれる。こうしてラジウムは妙薬として知られるようになった。第一次大戦後、 科学者の間で放射線被曝による人体影響への危険が徐々にではあるが認知されるようになった。当時の放射性物質を取り扱う科学者らは、鉛を用いて放射線を遮蔽し、白衣は使い捨てるなどの対策をとっており、マリも研究所員らに手袋を用いるように厳しく指導していたが、当の本人は放射性物質を素手で扱うことが多く、防護対策をほとんど行わなかった。 そのためマリの手はラジウムやけどの後だらけで星すもものようなシワが残っていたという。新元素ラジウムは学問対象にとどまらず産業分野でも有用性が次々と明らかになった。キュリー夫妻はラジウム生成法に対する特許を取得せず公開した。これは珍しいことだがそのために他の科学者たちは 何の妨げもなくラジウムを生成使用することができた。フランスの実業家、アルメドリールは、ラジウムの工業的生産に乗り出し、夫妻の協力を仰ぎ、医療分野への提供を始めた。ラジウムは、世界で最も高価な物質となった。ラジウム生成法の特許を取得しなかった理由として、マリは、人生最大の報酬とは、知的活動そのものであると答えている。 放射性物質の研究は、もともとは、マリの博士号取得を目的に始められたが、多忙のために準備には、父として進まなかった。しかしそれもやっとまとめられ、アンリ・ベクレルの後押しを受けて1903年6月に、論文審査を受けた。夫と義父、姉、教え子たちが見守る中、3人の論文審査、教授陣は、マリに、パリ大学の理学博士を授けた。 その日の夕食会には、知り合いの他にたまたまパリに来ていて訪問した、アーネスト・ラザ・フォード夫妻も加わっていた。夫妻の業績を最も早く評価したのはイギリスだった。1903年6月、王立研究所は夫妻を正式にロンドンへ招待し、講演を依頼した。ピエールは実験を交えた講演で喝采を浴び、マリは研究所会合に初めて出席した女性となった。 ケルビン教やウィリアム・クルックス、ジョン・ウィリアム・ストラットラドも信仰を持った。さらに11月には王立協会からデイビーメダルが授与された。そして1903年12月、スウェーデン王立科学アカデミーは、ピエールとマリそしてアンリ・ベクレルの3人にノーベル物理学賞を授与する決定を下した。その理由は、アンリ・ベクレル教授が発見した。 放射現象に対する共同研究において特筆すべきたぐいまれな功績を挙げたことであった。こうしてマリーは女性初のノーベル賞授与者となった。夫妻はストックホルムの受賞式には出席できなかったが、賞金の7万フランは一家の経済状態を救っただけでなく、金銭的に恵まれない知人や学生たちのためにも役立てられた。このノーベル賞の審査が行われた際、 アカデミーは物理学賞授与で検討を進めていたが、選考委員会の中には新元素発見は科学賞が該当するのではという声が上がった。このため、1903年度の受賞理由からラジウムとポロニウムの発見はあえて外され、将来の授与に含みを持たせる対応が行われた。ノーベル賞受賞は二人を一気に有名人にした。しかしそれは、夫妻の望むものではなかった。 数々の取材や面会の依頼、マイコム、多量の手紙などに時間を取られ、天津さえ一家の自宅や研究所にまで踏み入ろうとする、マスコミに閉易し、何より研究活動を進める余裕が奪われた。1904年、パリ大学はピエールを物理学教授職に迎える打診を行ったが、実験室が用意されないことを知ったピエールはこれを辞退しようとした。大学側は、俺、 議会に掛け合って研究費と設備費を捻出し、ピエールの承諾を得た。この年、マリーは妊娠していたこともあり、一家は次第にイント遁ン的な生活を送るようになった。大衆に追い回されるため研究は進まず、ついには偽名を使って、ブルターニュの田舎へ避難することもあったが、1904年12月6日に、次女、エーブが生まれたことで次第に落ち着きを取り戻し始めた。 1905年には教職に復帰し、実験室に入れるようになった。パーティーなどは相変わらず避けていたが、心に余裕ができると、演劇鑑賞などにも出かけたり、舞踏家、ロイフラーや彫刻家、オーギストロダン、科学者関係では隣に住むジャンペ・ラン夫妻、ジョルジュ・ユルバンやシャルル・エド・アル・ギオームなどとも、信仰を持ち、たびたび家に招いた。そこには教え子たちも混じることもあり、 その中には、ピエールの生徒ポールランジバンもいた。1906年に入り、教授職と共に得た、新しいキュビエ通りの実験室が動き始めた。手狭で交通に不便な郊外だったが、女子と手伝いが加わった上に、マリが実験主任に任命され、給与も支払われた。夫妻は相変わらず多忙だった。マリは、セーブル女子学校の教師を続け、ピエールは科学者として、 大学教授としての様々な雑務に追われていた。それは4月19日木曜日に起こった。雨模様の日、ピエールは様々な予定をこなし、馬車が行き交う、狭いドフィーヌ通りを横断していた際にロットンの荷物を積んだニ馬車に引かれ、46歳で死亡した。ヤジウマは被害者が有名な科学者だと気づいた。すぐさま大学に電話で連絡がなされ、 学部長と教授のジャンペランがキュリー家に向かった。その時マリは不在で義父が彼らを招き入れて鎮痛な時を待った。午後6時、イレーヌを連れて帰宅したマリはその知らせに凍りつき、しばらくは誰の問いかけにも何の反応を示さなかった。一体愛品を受け入れたマリが止めどなく涙を流したのは翌日に駆けつけた義兄、ジャックの姿を見た時だった。 この不良の事故は世界中に報道された。しかし、21日に聖火の層で行われた葬儀では、代表団の派遣も弔辞も大げさな行列もマリは断り、失素な式となった。義父や義兄ジャックらは、感情がそぎ落ちたような彼女を心配していた。この当時のマリは日記に同じ運命をくれる馬車はいないのだろうか、とまで書いている。その後も彼女は、 沈黙に沈んだまま、時に悲鳴を上げるなど、不安定な精神状態にあり、日記には悲痛な言葉が並んだ。5月13日、パリ大学物理学部はピエールに用意した職位と実験室における諸権利をマリのために維持することを決めた。葬儀の翌日に申し入れられた国の遺族年金は、きっぱりと断ったマリだったが、この件は回答を保留した。 いろいろなことが頭をよぎったが、彼女は重い遺産を受け継ぎ、ピエールにふさわしい研究所を作ることが自分のやるべきことと決断し、大学の職位と実験室の公認を受諾した。こうして、パリ大学初の女性教授が誕生した。夏の間、住居をピエールの実家である層に移して、大学講義の準備に費やした。そして11月5日午後1時30分。 マリーは万来の拍手を受けてソルボンヌの教壇に立った。どんな挨拶が語られるのかと興味津々の生徒や聴衆たちの前でマリーが最初に話した言葉はピエールが最後となった講義を締めくくった一文だった。淡々としながら彼の志を受け継ぐマリに監修は感動を覚えたという。1911年当時のマリキュリー研究に 復帰したマリが最初に取り組んだのは、長年ピエールを支援したケルビン教を論破することだった。あえて、ロンドンタイムズを選んで発表したケルビン教の理論とは、ラジウムが元素ではなく、化合物だというものだった。彼女は実験結果で反論しようと、夫妻の同僚らと共に、ウランの約300倍の放射能を持つ純粋なラジウム金属0 0 0 8 5ムの 分離に取り組み、1910年に成し遂げて、今日の誤りを立証した。同年2月25日、ギフ・ウジューヌ・キュリーが亡くなった。息子が連れてきた貧乏な異国の女を何の偏見もなく、受け入れ、様々な困難にあった時には支え、何より娘たちの良き祖父であった彼の死に、家族は悲しみに沈んだ。1907年からのアンドリュー・カーネギーの資金援助もあり、 研究所は10人ほどの研究員を抱えるまでになった。この年にはそれまでの研究をまとめた放射能概論を出版し、またラジウム放射能の国際基準単位を定義する仕事も行った。1911年に決定されたこの単位は夫妻のせいからキュリーと名付けられた。だが同年、周囲から押されて科学アカデミー会員の候補になった。 ことがマリを煩わしい事態に巻き込むこととなる。空席をめぐって対立候補となったエド・アール・ブランリーとの間で支持者による二つの陣営が出来上がってしまった。自由主義者のマリと敬虔なカトリックのブランリー、ポーランド人対フランス人、そして女性対男性。特にかつて1902年にピエールに競り勝って会員となった人物が、 女性の会員にも反対した。さらには、カトリックの投票権者たちに対して、マリがユダヤ人だというデマまで流れた。エクセルシオール氏などは一面でマリを攻撃し、右翼系新聞には、彼女の栄誉はピエールの業績に乗っかっただけという記事まで載った。1911年1月23日、アカデミー会員の選出投票が行われたが、 詰めかけた記者たちや野獣まで会場は混乱の中にあった。夕方に判明した結果は、僅差でブランディが選ばれ、研究所の面々はマリ本人を除いて落胆にくれた。この時にはマリは壊れて、すでにいくつかの外国のアカデミー会員になっていた。彼女を拒絶したフランスが、初の女性会員を選出するのは1979年であった。 淡々とした、マリだったが、手記には、フランスアカデミーの古い印象を嫌っていたことが、書かれており、二度と候補にならなかったばかりか、機関紙への論文掲載も拒否し、科学アカデミーと完全に他元を分かつことになった。なお、フランスの公的機関がマリに、正式な栄誉を与えたのは1922年の、ことである。1911年に開催された第1回。 ソルベイ会議の模様。着席した前列右から2番目がマリキュリー。後列一番右にポール・ランジュバンがいる。マリは研究に戻り、平家カメルリング・オネスと共同で低温環境下でのラジウム放射線研究の構想を練った。ところが有名人のスキャンダルを売りに購買欲を書き立てていた当時の新聞が、 11月4日付記事で、マリの不倫記事を大々的に掲載した。相手は5歳年下、ピエールの教え子ポール・ランジュバン。彼は既婚だったが、夫婦間は冷めて別居し、裁判沙汰にまでなっていた。マリは、私生活の問題で悩むランジュヴァンの相談を聞くうちに、親密になっていた。 1911年10月末にブルッセルで開かれたソルベイ会議には二人揃って出席し、マリは論文を発表した若きアルベルト・アインシュタインへ中立妃大学教職への推薦状を書いたりしている。その最中の報道はランジュ版に宛てたマリの手紙を暴露し、他人の家庭を壊す不道徳な女とマリを求断した。その後も報道は続き、またも彼女を ユダヤ人だ、ピエールは、妻の不倫を知って自殺したのだと、あらぬことを、現実のように書き立てた。ついには、記者が、ブリュッセルまで押し寄せ、マリは会議の閉幕を待たずに去らなければならなくなった。ソウの自宅に帰ると、そこはすでに群衆に取り囲まれ、投石するやからまでいた。マリは子供たちを連れて脱出し、親しいエミール・ボレル夫妻が一家をかくまった。 政府の公共教育大臣は、ボレルにマリをかばうなら大学を罷免すると迫ったが、夫妻は一切ひるまなかった。ボレルプジン・マルグリットはジャンベ・ラン教授の娘で、彼女はマリを損なうなら二度と顔を合わせないと父を逆に脅した。騒動はいろいろなところへ飛び火していた。1911年に受賞したノーベル科学賞の感情。 この騒動の過中の11月7日、スウェーデンからノーベル科学賞授与の伝報が入った。理由は、ラジウムとポロニウムの発見と、ラジウムの性質及びその化合物の研究において、科学に特筆すべきたぐいまれな功績を挙げたこととして、新元素発見を取り上げて評価していた。マリーは、初めて2度のノーベル賞受賞者となり、また異なる分野で授与された最初の人物ともなった。 だが、家中のスキャンダルを理由に、スウェーデン側からも需要を見合わせてはどうかという声が上がった。しかしマリーは受賞する意思を毅然と示し、今度はストックホルムへ向かった。記念公演において、マリーはピエールの業績と自分の仕事を明瞭に区別した上で、この成果の発端は、二人の共同研究にあったと述べた。受賞から19日後の12月29日、 マリーは、うつ病と腎炎で入院した。一時退院したが1912年3月には、再度入院して、腎臓の手術を受けた。その後、郊外に家を借りて療養したが、6月には、サナトリウムに入った。8月には、少々の回復を見せ、女性物理学者ハータ・エアトンの招待に応じて、イギリスへ渡った。2ヶ月間過ごした後の10月に、パリへ戻ったが、 そうの家は諦めて新たにアパートを借りた。この間、マリはスクードフスカの姓を使っていた。マスコミは相変わらず何かしらのネタを見つけてはマリを叩くことが多かったが、その一方で他国がマリを評価すると、フランスの先進性の象徴に祭り上げるなど、都合の良い記事ばかり載せたため、マリはジャーナリズムを嫌をした。彼女を支え続けたのは、多くの知人と友人、そして家族だった。 1912年5月には、ヘンリクシェンケビチを団長とするポーランドの教授連、代表団がマリを訪問し、ワルシャワに放射能研究所を設立して、彼女に所長を務めてもらいたいと打診した。1905年のロシア第一革命以後、帝政ロシアの首輝きが緩み、何よりマリの名声が世界的なものになっていたことが大きかった。この申し出をマリは実行し、 本来自分が目指していたこと、すなわちピエールから受け継いだ研究所を彼にふさわしいものにすることを思い出した。こうしてポーランドへの帰国は断ったが、彼女はパリから指導することを受諾した。1913年、ワルシャワの研究所開所式に出席したマリは、初めてポーランド語で科学の講演を行った。夏頃には、健康も回復し、 一家でスイスを旅行するなどして好きな田中で休息を取ると、マリはまた積極的に動き始めた。1914年7月には、夫の名を取ったピエール・キュリー通りに、ラジウム研究所の新しい建物が完成した。だが実験に取り掛かることはできなかった。7月28日、第一次世界大戦が勃発したためである。戦争は研究所のスタッフたちも、 兵士として招集し、男性で残ったものは持病を抱える、機械技師だけだった。娘たちをブルターニュに留め、マリはパリに残っていた。9月2日にはドイツ軍の空爆がパリにも及び、マリは政府の要請で研究所が所有する貴重な純粋ラジウムをボルドーに疎開させるために汽車に乗った。しかし彼女はこの非常事態に自分がやるべきことを見出し、すぐパリに舞い戻った。 ビルヘルム・レントゲンが1895年に発見した X 線はすでに X 線撮影による医療への貢献が可能となっていた。しかし、フランスにはそれを実施する設備が非常に少ないことをマリは知っていた。手術において銃弾や破片などの人体に食い込んだ異物を事前に確認できれば負傷者の生存率は上がる。彼女は X 線研究に携わった経験こそなかったが、大学の講義で教えるために知見を持っていた。マリは、大学や製造業者などを回って必要な機材を調達し、複数の病院に、それらを設置した上、教授や技師たちに依頼して、捜査を行った。第一次大戦時に活躍したレントゲン車に乗るマリ、そこに、かつての物静かな研究者の姿はなかった。マリは、 軍が X 線撮影設備を十分に持っていないことを知っており、自動車に設備と発電機を搭載して、1914年8月頃から病院を回り始めた。マルヌ海線の負傷者治療に威力を発揮したこのレントゲン設備を乗せた車両は、軍の中でプチキュリーと呼ばれた。しかし、戦局の長期化によって一台では足りなくなったため、マリーは公的、 私有の車を募って改造を施した。有力者婦人たちは協力的だったが、軍や行政機関は難色を示すところが多かった。マリは役人らを解き伏せて調達や通行の許可を取り付け、機材調達のために政府から赤十字放射線局長という役職をもらって活動した。未熟な利用者のために設備の使用マニュアルを用意し、 負傷者の治療に役立てた。マリーが設置したレントゲン設備は、病院や大学など200カ所に加え、自動車20台となった。マリー自身も、技術者指導の講義と並行して、この X 線照者者の1台に乗り込んで各地を回った。そのために自らも解剖学を勉強し、自動車の運転免許を取得し、故障時に対応するため自動車整備についても習得した。 イレーヌはそんな母の姿に、自分も、この活動に加わりたいと申し出て、マリーはこれを認めた。さらに母子は貯蓄の相当額を繊細購入に充て、さらに、ノーベル賞を含む数多いメダルを寄付しようとした。ただし後者はさすがに、役所の担当が恐れ多いと拒否した。レントゲン装置にはより効率的なラドンを使うようになり、マリーは、 ボルドーから持ち帰った金属ラジウムを用いてチューブにラドンを詰める作業も行った。マリはこれによって X 線を被爆し、後の健康状態に悪影響を及ぼしたと考えられている。1918年11月、戦争は終結した。戦災は紙くず同然となって一家は貯蓄をかなり失ったが、もともと覚悟していた。 それよりも1919 19年に故郷が他国の支配から脱出ポーランド第二共和国が建国されたことをマリは喜んだ。その初代首相はパリ学生時代の旧友であるイグナツィッパデレフスキだった。研究所は再開したが、それは設備も資料にもこと書く状態であった。1920年にロスチャイルド家が出資したキュリー財団が設立され、 放射線治療の研究を支援したが、物理や科学の研究にはほとんど費用が回らなかった。この年の5月、アメリカの女性雑誌、ディリニエター編集長のマリ・マッティング・メロニーからの申し入れを受けて、マリはインタビューに応じた。この席で今何が欲しいかという質問に、1グラムのラジウム金属と答えた。その価格はすでに5万ドルに相当したが、 アメリカの恵まれた科学研究所を知るメロニーにとって驚きの回答だった。彼女は帰国後にキャンペーンを行い、マリーにラジウムを贈呈する資金を集めた。彼女の求めに応じ、1921年5月、マリーは娘2人とアメリカ渡航を決めた。そのスケジュールに多くの大学などへの歴訪からアメリカ大統領との式典までもが準備されていると知ったフランス政府はあで、 自国が何ら名誉を与えていない不工草を補おうと、またもレジオンドヌール勲章を授与しようとした。しかし以前と同じ理由でマリは断った。研究から離れたこの宣伝活動は気の進まないものだったが、マリは各地で大歓迎を受け、5月20日、大統領ウォレン・ハーディングから直々にラジウム授与が行われた。ただし彼女はこれを個人への贈与ではなく、 研究所への寄贈と扱ってもらい、個人の財物にはしなかった。1929年には、サイトベイ氏、マリは1925年に、ワルシャワに姉妹と設立した、キュディ研究所に導入する、機器類の資金を得るのに成功した。アメリカの旅は、大成功を収め、研究所は、ラジウム以外にも多くの鉱石サンプルや、分析機器類、そして資金を得た。 だが彼女はこの旅で自分の名声や影響力が想像以上に大きくなってしまい、もはや研究や実験に没頭することは許されないことを悟った。ならばと、マリはパリのラジウム研究所を立派な放射能研究の中心に育てようとした。また、1922年にはユネスコの前身にあたる国際知的協力委員会メンバー12人の一人に加わった。 相変わらず着飾ることなどしなかったため、ニトベ・イナゾは第一回会合時の彼女の印象を見栄えもしない愛想のない人物と実証に残した。イレーヌとフレデリック・ジョリオ・キュリー。1934年。研究所は性別、国籍を問わない多様なスタッフを抱え、マリーは彼らの指導に多くの時間を割いた。毎朝のように彼女の周りには研究や 実験の指針や進捗を相談し、論文の構成などを願う研究員らがずどった。マリは適切な指示や指導を与え、成果が上がった際には、祝いのお茶会を開くなど彼らを導き、その実力を伸ばした。アルファ粒子のエネルギーが一定ではないことを示した、サロモン・ローゼンブルム、真空中の X 線観察を行ったフェルナン、オリュエック、 フランシウムを発見したマルグリット・ペレーなどが研究所から出た。その中でも際立ったものは、娘イレイヌとその夫、フレデリック・ジョリオ・キュリーの人工放射能の研究であり、夫妻は1935年にノーベル化学賞を受賞した。1919年から1934年の間、研究所から発表された論文は483件になった。だが、 放射能が健康へ与える悪影響も次第に明らかとなってきた。日本の山田信夫は1923年から2年半、ラジウム研究所でイレーヌの助手としてアルファ線強度の研究を行い、マリの支援も受けながら5つの論文を発表した。しかし、原因不明の体調不良を起こして帰国し、翌年亡くなった。マリはその方に触れ調意を表す手紙を送っている。 1925年1月には別の元研究員が再生不良性貧血で死亡。さらに、個人助手も白血病で亡くなった。しかし明白な因果関係や対処法にはすぐにつながらなかった。1932年、転倒したマリは右手首を骨折したが、その負傷がなかなか言えなかった。頭痛や耳鳴りなどが続き、健康不良が続いた。 1933年には、胆石が見つかったが手術を嫌がった。春にマリはポーランドを訪問したが、これが最後の里帰りとなった。1934年5月、気分が優れず研究所を早く、後にした。そのまま寝込むようになったマリは、検査を受け、結核の疑いがあるという診断が下った。療養に入ることを決め、エーブはマリを、 フランス東部のオートイコールサブは県パッシーにあるサンセルモスというサナトリウムへ連れて行った。しかし、ここで受けた診察では肺に異常は見つからず、ジュネーブから呼ばれた医師が行った血液検査の結果は再生不良性貧血だった。7月4日水曜日の夜明け前、マリはフランスで亡くなった。7月6日に夫同様近親者や友人たちだけが参列した葬儀が行われ、 マリは、夫ピエールが眠る層の墓地に、夫と並んで埋葬された。長期間の放射線被曝による再生不良性貧血が死因であると考えられている。放射線の危険性は当時は知られていなかったため、その後開発された放射線防護策は取られていなかった。マリは放射性同位体を含む試験管をポケットに入れて運んでいた。マリは、 長年の放射線被曝により様々な病気にかかり、ついには死に至ったが、放射線被曝による健康被害については決して認めなかった。パリのパンテオン彼女の実験室は、パリのキュリー博物館として、そのままの姿で保存されている。マリが残した直筆の論文などのうち、1890年以降のものは放射性物質が含まれ、取り扱いが危険だと考えられている。 中には、彼女の料理の本からも放射線が検出された。これらは、鉛で封された箱に収めて保管され、直接閲覧するには、防護服着用が必須で、通常はテープレコーダーでの閲覧しか認められていない。また、キュリー博物館も実験室は、放射能を汚染されて見学できなかったが、近年汚染除去が施されて公開された。この部屋には、 実験器具なども当時のまま置かれており、そこに残されたマリの指紋からも放射線が検知されるという。60年後の1995年、夫妻の業績を称え、二人の墓はパリのパンテオンに移され、フランス市の偉人の一人に列された。マリはパンテオンに祀られる初の女性である。ワルシャワのラジウム研究所前に建てられたマリの像。1935年父方も、 母方も、マリの一族は、ポーランド人の国民運動の中で、地位や財産を失った。これは、マリや彼女の兄や姉たちにも、苦難として襲いかかるものとなった。小学校では査察官が来ては生徒に、ロシア皇帝の三次を喋らせる。優秀なマリはたびたびこの役を指名されたが、それは大変な屈辱だった。マリの父は、ロシア人上司と対立し公職を追われ、 緊急に落ちた生活苦が母と姉の一人を亡くす要因となった。それでも愛着があるポーランドで生涯を過ごすことを考えていたマリはパリに出てからも帰国するつもりでいた。彼女はピエール・キュリーという伴侶を得てフランスに定着するが故郷を忘れることはなかった。1898年マリは初めて見つけた新元素にポロニウムと名付けた。これは 18世紀中に彼女の故郷はロシアやプロイセンオーストリアなどに蹂躙され独立できずにいるポーランドへ世界の目を向けようとする考えがあった。マリによってポロニウムは政治的な意図を含んだ名称が付けられた初めての元素となった。フランス世論は外国人に向ける目は厳しく差別の対象にもなっていた。その背景には ドレフィウス事件が影響したとも言われる。ピエール一家など常に彼女の味方をした人々もいたが、ご反省のマスコミとの対立には苦しめられた。それでも、教授を忘れず、また、娘たちにもポーランド語を習得させるなどの教育を施した。しかし、マリンは、決して、フランスをないがしろにしたわけではなく、第一次世界大戦時の活動や、戦災購入などで示される通り、 フランスを第二の故郷と考えていた。ポーランドに戻る機会は何度もあったが、ピエールの研究所を世界随一にするために努力し、彼女は骨をフランスに埋めた。学問の世界において、20世紀初頭は未だ女性に対する偏見が存在した時代だった。マリキュリーの履歴には数多くの女性書という言葉がつくが、これはジェンダーを根拠とする。 理不尽な扱いを受けながらもそれに毅然とした態度で臨んだ結果でもある。最初のノーベル賞受賞は1902年に提出されたフランス病理学者シャルル・ブシャールの推薦による。しかし、翌年フランス科学アカデミーが申請した推薦上ではマリだけが意図的に外されていた。決定においてスウェーデン科学アカデミーの数学者、 ヨースタミッタクレフラーがブシャールの推薦を根拠に強く押したことで、マリも受賞対象となったが、フランス科学アカデミーには女性別紙の風潮があったことを示す。これは受賞後のマスコミの論調にも見られた。このような中、マリは夫と自分それぞれの功績を区別して強調するようになった。ピエールもそれを尊重し、同じ態度を取った。 希望中傷の中で二度のノーベル賞受賞が決まった際、マリーは科学者とはその業績によって評価されるべきであり、性別や出身を指し生活などではないという強い意志を持ち、誇りを持って記念講演を行った。ただし、キュリー夫人という呼称は夫に従属する妻という意味ではなく、これはマリー自身が中学時代の友人に婚約を知らせる手紙の中で、次に会う時には、 生が変わっていますと書き、キュリー夫人。これが私の新しい名前ですと、自ら使っている。両親も教育者であったマリは、その人生において、多くの人々を教えた。大学進学が叶わない、ポーランド時代は、家庭教師を務めた。パリでは、セーブル女子校と市販学校で、多くの生徒を教えた。娘イレーヌが学校で受ける詰め込み型の、 教育内容に疑問を感じたマリは共感する一部の人々と共同授業というフリースクールを立ち上げた。十数人の子供たちを相手にマリなど東大一流の学者らが体験中心の授業を工夫して行った。ロバートリードはピッチブレンドの測定結果から2つの新元素発見にこぎつけた発想は マリ独自のもので、誰からの助けも受けず定式化にたどり着いたと、そして夫に意見を求めたとしても、明瞭に彼女の業績に返すと述べた。夫がどんな曖昧な形でも機会は全くないと言い張ったと、彼女自身が記した自伝の中で二度も触れている。これは、経歴の初期段階で、彼女が関わる分野において、多くの科学者が女性に独創的な仕事をする能力があると、 信じさせることが難しいと悟ったことを示すと、リードは解説している。アルベルト・アインシュタインとマリキュリー・マリキュリーは、初期の原子核物理学そして社会学、医学や、生物学の面において21世紀の世界にまで影響を与える大きな貢献を残した。コーネル大学の科学史やエルピアース・ウィリアムズは以下のように述べた。マリキュリーが、 物理や科学に革新的な考え方を提供したことと同様に社会へ与えた影響も大きかった。彼女は自身の研究結果を世間に知らしめる上で、ジェンダーと国籍という学問とは全く別の壁を打ち破る必要に迫られた。フランソワーズ・ジルーチョ、マリエ・キューリー、エーライフが描き出したマリの人生は彼女が フェミニストの先駆的存在だったことを明らかにしている。マリは時代に先んじて、束縛を断ち、自立した生涯を過ごし、その資質は損なわれることはなかった。アルバート・アインシュタインも、このような美点は、彼女が得た栄誉によっていささかも曲がってしまうことは、なかったと記している。ポーランド、ルブリンのマリー・キュリー・スクードフスカ大学にあるマリのゾー・マリキュリーは、 女性初のノーベル賞受賞者であり、かつ2度受賞した最初の人物である。また、物理学賞と科学賞の両方を受賞しているのは2017年現在、彼女だけである。存命中だけでも、マリーは各国の科学アカデミー名誉会員など受けた称号は100を超える。マリー・キュリーは1902年に夫と共に、1910年には単独でフランスから、 レジオンドヌール勲章を贈られたが、どちらも辞退した。1935年、ワルシャワに設立されたラジウム研究所の前に、彼女の銅像が建立された。除幕は、イグナシー・モシチツキの夫人が言った。この像は1944年のワルシャワ放棄の際、銃撃を受けて損傷した。戦後修復を受けたが、銃装をあえて残す決定が下された。 ソビエト連邦のキッテピエールへマリー・キュリー駅。マリー・スクードフスカ・キュリー・メダリオン。ニューヨーク州立大学バッファロー校ポーランドで最初の国産原子炉、マリア・マリキュリーにちなんで名前を付けられた。歴史に残る著名な女性科学者として、マリキュリーの名や肖像は様々な場所で用いられている。映画、映像、ありがとうございます。